どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。前回、立ち回りに関する動画を上げましたが、たくさんのご視聴、高評価、コメントありがとうございます。今回も初手レイジーラブーンで、少し補足を入れながら実況していこうと思うよ。でも今回はいつも通り、カットや BGM もありなんだぜ。さて皆さん、自販機って好きですか？霊夢はほんと自販機好きだよな。だってフォートナイトの世界では、無料で買えちゃうんですよ。つまり、早いもん勝ち、買ったもん勝ちなのだ。ということで初手自販機着地。そこの宝箱を狙いに来る敵がいるかもしれないので、とりあえずヘビアサを購入します。でも、今回は誰も来ていないみたいだな。バスから少し離れていたからね。さて、宝箱は2つ。まずは SMG とスケンクボム。そして包帯とサイレンサー付きピストルですね。ポーションはないが、まずまずだな。あ、エピックコンショ。こうやって結構いいものを着てるんだよな。上にはレアのバースト SMG だな。ところでこれ、霊夢はバスって言ってたが、視聴者さんがキャンピングカーじゃないかって指摘してくれたぞ。確かに、よく見たらキャンピングカーね。キャンプセットも置いてたしな。さて、これも視聴者さんが指摘してくれたが、この辺のモアイ像は、石材がめっちゃ集まるから、できるだけ壊した方がいいな。やめてやめて。何回上がってるけど。それじゃあこのくらいにしてあげましょうか。でもすごいね、あっという間に66も集まったよ。さすがモアイさんなんだぜ。さて、一通り回って海賊の拠点に来るのは前回と同じですね。でも今回は、熱帯エリアがアンチに入っていません。そういう場合のおすすめの移動場所を教えちゃうよ。しかも、最近見つけた小技がありまして、ここの大砲を、ちょっとだけ後ろに引きます。ほう。そして大砲の中に入り、まっすぐ一番上に向かって撃つと、そのまま風に乗れます。でも今回は降ります。降りるんかい。そう、ここに飛んだ一番の目的は自販機。見てください、金の自販機ですよ。金の蛇砂ですよ。お、よかったじゃねえか。しかもここの自販機、意外と残ってることが多いんですよね。もし自販機がなかったら、そのまま風に乗って好きなところに移動すればいいし、あの海賊の拠点は、うまくやれば熱帯から雪のエリアまで一気に移動できるから、かなり優秀だと思うんだ。なるほどな、確かに移動は楽かもな。さて、今回は移動する必要がないので、ここの家を探索しようと思うよ。これはプレザントパークの家と同じ構造だから、結構慣れてるのよね。宝箱はあるとしたらここってわかるよな。お、あそこの自販機もまだ残ってますね。デカポがあったら嬉しい。と、近くに敵いるじゃねえか。奇襲は無理ね。建築して上から攻めるわよ。よし、なんか建築は壊されなかった。先手は取ったわよ。そしてここで大スクリーンた。お、ナイスなんだぜ。でもこっちも若干ダメージ食らってしまったわ。自販機でジュースが売ってたらいいんだけど。ジュースかっこデカポな。あ、この人ミニポロッコも持ってたのね。それは普通に嬉しいわ。ひとまずこの小屋の中に隠れて飲むよ。さて、ジュースは売ってるかな。お、売ってるじゃん、よかったな。どうですか皆さん、これで自販機3つ目ですよ。ほんと、私自販機大好き。霊夢の立ち回りは、自販機を意識したものが多いよな。うん、プレザントパークが好きな理由も、自販機が多いからだもんね。この辺、まだ結構宝箱残ってますね。中にも一つあるな。まああんまり欲しいものないんだけど、スラークか、実はちょっと前でも出てたから、2個目なんだよね。それならさすがにミニポと交換かな。よし、さっきスラーク出たところに行ってみよう。と思ったけどなんか足音が聞こえる。近くに敵が来たんだな。あ、いたわ。上からショットガンよ。あ、また敵を発見。この感じ、多分木を切りに行きますね。そのタイミングに合わせて、ヘビ砂で狙いましょう。お、胴体に当たったな。そしてこれ、実は最近のお気に入り、インファントリーライフル。そういや前回も使ってたよな。これ、出たばっかの時は使いにくいと思ってたけど、訂正するわ、普通に強い。弾速が速くなったからかな。使いやすくなった気がするよな。そして、レアでも一発40ダメージなのがいいよね。5発当てれば200になるからな。さて、ミニガンでまあまあ削られたけど、スラープあるので問題なしね。5個あるミニポも、ルートレイクに置いてきてるしね。さて、残り8人。とりあえず有利そうな丘の上を取っているよ。下に敵の建築が見えるな。向こうの雪山の上にも敵がいそうね。いろんなところを警戒しないとな。おっと、敵の建築の上に火はね。蛇砂で狙撃。ともう少し早く切り替えてたら倒せたかも。おっと、今度は左から撃たれた感じしたな。今、木の向こうに走ってったわね。
そうか、この隣の丘、あっちの方がすっぽり次のアンチに入るから、ここよりも良さそうね。よし、向こうの丘に移動することにするわ。でも、ワンチャン天空ができるかもしれないから、いつでも飛び移れる高さに、仮拠点を作っておくわ。さっきの人がどこに行ったかも確認したいところだな。もしこの建築を売ってきたら、その時がチャンスよ。あ、売ってきてる、そこにいたのね。よし、飛び繋げ。そう、外した。こっからは丘の奪い合いだな。よし、頑張るわよ。さ、建築バトルだぜ。いっけー、このまま上を。やった、取れた。お、いいぞいいぞ。ミスった。うわ、ここで相手の屋根の上に床を置くのを失敗。くい。仕方ない。ここは諦めるわ。とりあえず敵の建築の上に移動よ。ここは、上の方には敵さんいないのかな。とりあえず一旦落ち着くわ。あ、敵が出てきた。ヘビ砂で。くぅ。ダメか。まあそんな焦ることはないぜ。立ち回り重視で行こうぜ。そうね、狙えそうな気もするけど。次のアンチ的に、やっぱりさっきの丘に戻りたいわね。よし、ここはまた天空よ。でもまあどうせ壊されると思うから、木材でいいや。売ってももう木材なくなっちゃったけどな。それじゃあとりあえずここら辺で待機。下の様子を確認。あ、ロケランの音。あ、これは壊されたな。よし、さっきの丘に戻るわよ。でも多分上に敵が。あれ？いないのかな？さっきの人どこ行っちゃったんだろ。ま、いないならラッキーよ。この場所は私がもらうとするわ。結構いい場所取れたな。多分一番高くにいるしな。よし、いい感じ。でもまだあと敵5人もいるんだよな。みんなどこにいるんだろう。あ、そこの人狙撃できそう。ああ、わずかに遅かったか。でも建築壊してインファントリーよ。これが当たるから強いよね。ヘビ砂で狙いを定めてそのままインファントリー。結構いい組み合わせかもな。さて、敵は全然減らないけど、結構な人数が丘の下にいると思うわ。それなら、登ってくるのは結構大変なはずよ。確かに、近くのボーラーの人は来れるだろうが、他の人は建築するなりなんなりしないといけないからな。さ、そろそろストームも動き出すわね。さあ、最終局面よ。まずはそこの敵を上からインファントリーで攻撃。く。当たらなかったけど、相当プレッシャーは与えれたはずよ。屋根を建築してガードしてたから、余計登りづらくなっただろうな。とここで、下のロケラン騒ぎで一人脱落。さらにかなり多くの人がストームに入っている模様。私は天空を継続しつつ、次のアンチに向かうわよ。そして、次のアンチ内に別の丘が現れた。あれは、さっき私がいた場所ね。全部私の建築だと思うわ。あそこの丘に登るのは絶対条件だろうな。そして気づけば、残り3人になってるぜ。やっぱり、前の丘を登りきれなかったのね。そういうリスクが低いのも天空の強み。と、そこにボーラーの敵が、これ以上は使わせないわよ。インファントリーでボーラー壊し、そのままダメージ。もう一人は建築で登ってきてるわね。おっと、でも私の建築も撃たれてるわ。でも、二人ともストームに入ってる、結構なダメージよ。そしてここは、最優先で再び建築。ここで何としても上を取る。若干建築がバッていたが、なんとか再び天空へ。あの丘を起点に建築できたのはでかい。敵の二人は下ね。敵同士で戦って、こっちには注意が向かないはずだわ。その隙に、上から攻撃できちゃうもんね。当たってないけど、ここでもう一度丘が出現。うわぁ、あとはここを登らせなければ、ほぼチェックメイトよ。どうだ、これが天空の強さだ。相手さん落下。これは圧倒的有利。そうよ、この壁をどう攻略する？しかも、私の上からの攻撃を防いでたら、盾組みはできないよ。これは、多分詰んだな。はい、ということでいかがだったかな。今回も、立ち回りで勝てたって感じだったな。前回の動画の補足的な感じでもあるから、もし気になる方は、前回の動画もチェックしてみてね。ノーカットの立ち回り解説動画なんだぜ。いやー、それにしても、自販機ってやっぱりいいわよね。今回のもう一つの勝因は、自販機をたくさん見つけれたことかもな。まあないこともあるし、レア度もランダムだけど、場所を覚えておいて損はないわよね。運が良ければ、金のヘビ砂だって買えちゃうもんな。それじゃ、私たちはこの辺で失礼するぜ。また別の動画でもよろしくね。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。グサをゆっくり、のコードを入力して、ぜひ、クリエイターサポートをお願いします。
こちらには、この動画を見てくれた皆さんに、おすすめの動画のリンクを貼ってるぜ。ぜひチェックしてみてくれなんだぜ。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いします。それじゃあ、また次の動画も見に来てくれよな。まったねー。